皆さんこんにちは、シンガーソングライターの堀内圭三です。本日もご視聴くださいましてありがとうございます。奈良国立博物館で開催されてます聖徳太子と法隆寺展をどうしても見たいなと思って来させていただきまして、今見させていただいた後、せっかくここまで来ておりますので、大仏様を、お参りさせていただきたいなと思っておりますので、どんな動画になるかわからないんですけども紹介させていただきます。よろしくお願いします。こっちに向かったら向いてね。
ありがとうございます。本日は東大寺の大仏様を参拝させていただきました。大仏殿の中も三脚を立てなかったら撮影しても大丈夫 OK ということですので、大仏様を撮影させていただきました。今日は奈良国立博物館での聖徳太子と法隆寺展を、来させていただくっていう、きっかけがありまして、今日は久しぶりに奈良の大仏さん参拝させていただいたんですけども、またこれから時折、奈良の大仏様、やっぱりこのスケール感はちょっと他とは全く違いますので、仏様、まさに大きな仏様、大仏様を前にした時のなんか自分の小ささみたいなものをなんかすごく感じまして、また仏様の偉大さを改めてなんかこうもう魂全てで感じさせていただきましたので、またぜひ奈良の大仏様参拝させていただきたいと思います。本日は東大寺の大仏様を紹介させていただきました。ありがとうございます。よかった君と出会えたから。